平野紫耀18歳で出産した母と乗り越えた極貧生活とべ合流もお母さんのためにという思い。一挙手一投足が世間から注目を集めている平野紫耀26歳。座右の銘は愛感謝だという彼が何よりも大切にしているのが家族、とりわけ母親である。 彼女は幼少期から平野をプロデュースし、そして彼はスターの座に登り詰めた、お互いを支え合ってきた母と息子の愛情を悲は、愛知県の中心部から車で15分ほどの完成だ住宅街に、ひときわ目立つ3階建ての邸宅が佇む。入り口には滝が流れ、夜になると紫色の光にライトアップされる。建物は高い壁で囲まれ、まるで要塞のようだ。 掲げられた表札は複数あり、そのうちの一つに、この7月7日に設立されたばかりで元キング、リンチェプリンス、キンプリ、の平野市要26歳が社長を務める会社のものがあるある。他に、平野と共にキンプリを脱退した神従事ユータ、25歳、平野の弟でアパレル事業を手掛けるリク、24歳、の、それぞれの会社の表札もある。 ここは平野さんの両親が住む近所でも知られた豪邸です。ただ、複数の会社の表札が掲げられたり、紫の滝が流れ出したのはごく最近ですね。ちょうど平野さんがジャニーズ事務所を退所し、新事務所に合流したぐらいからです。近隣住民。平野が神宮寺と共に滝沢秀明、41歳の、渡べ、への合流を発表したのは今年の七夕のこと。 そのタイミングで、二人とも個人会社を設立。そして、平野の実家にも変化が見られるようになった。僕が何か人生で大きな決断をするときの判断材料の一つに母親に喜んでほしいってことがある気がします。毎予上2022年7月号。昨年7月、金プリ脱退で揺らいでいた時期に受けたインタビューでの平野の言葉だ。 平野さんにとって実家に住む、両親とりわけお母さんは共に人生を歩んできた同志でもあるんです。今回の滝沢さんとの合流、新会社設立もお母さんのためにという思いがあったはずです。芸能関係者。現在こそ、プライベートで870万円のロレックスの腕時計を着用するなど、ハイブランドファッションでファンを沸かせている部屋。 しかし彼には最愛の母親と共に乗り越えた知られざる極貧時代があった。平野は1997年愛知県名古屋市に生まれた。母親は当時まだ18歳だったという。潮という名前は彼女の紫色好きに由来するそうです。2年後に陸ク君を産んだ後に離婚。潮く君は彼女に陸ク君は父親に引き取られたと聞いています。 潮君は一時期、お母さんと二人、小さなアパートで暮らしていました。母親の知人。母子家庭で経済的に苦しかったという平野家。平野が幼い頃、母親は毎晩遅くまで働きづめだったという。以前テレビでお袋の味を聞かれた潮君がしなしなの唐揚げとべちよべちょの白米。貧乏だとあげてくれないんですよ、と答えたことがありました。 朝から晩まで外に出ていた彼女は手料理に咲く時間がなくお惣菜をレンジで温めることが多かったようです。前で母親の知人。離婚後の母親の悩みは金銭の問題だけではなかった。潮君は持病を抱えていたのです。幼少の頃、川崎病で手術経験があり、多忙の中、お母さんが付き添って定期的に検診に行っていました。 さらに潮君には小麦や甲殻類、フルーツなど複数の食物アレルギーもあったようです。彼女は日々の料理にも気を使わなければならず、精神的にも金銭的にも追い込まれていたという印象でした。前で母親の知人。余裕があるとは言い難い母と息子の生活。そんな中、平野の救いになったのが小学校低学年で始めたダンスだった。 お母さんが公園でカーステレオから音楽を流し練習に付き合っていた姿をよく覚えていますよ。でも、塩く君が小学4年生の頃、練習のしすぎで膝の半月板を損傷して手術を受けることになってしまった。 当時の彼女にとって手術代の区面は一大事だったようで、塩く君は当時お母さんに申し訳ないと一人涙したそうですよ。前で母親の知人。徐々に平野はダンス以外にも活動の幅を広げ始める。キズモデルをやったり中学入学後にはアイドルグループに加入したりと塩く君の活動は芸能色が強くなっていきました。 もともと一生懸命な子でしたが、お母さんを喜ばせたい、期待に応えたいという一心で、必死だったんじゃないかな。前で母親の知人。そして2012年、15歳になった平野に大きな転機が訪れる。東京でダンスレッスンを受けたことがきっかけで、ジャニー北川氏にスカウトされ、ジャニーズ事務所への入所が決まったのだ。ビビットナイロのフェラーリに乗って、当初、 平野の活動拠点は関西だったが、18歳で状況を決意。新たな土地での順風につるほな未来を夢見ていた母子にまたしても悲劇が襲う。上行直前にお母さんに脳腫瘍が見つかり名古屋の病院に入院することになったんです。く君は地元に残りたい、手術に立ち会いたいと強く主張したようですが、最後はお母さんに説得されて泣く泣く状況したそうです。 実は彼女は父ワンにもかかったことがあり、いつしか紫陽君はお母さんを自分を守ってくれる存在から自分が守るべき存在として捉えるようになったと思います。別の母親の知人。2018年5月に金プリとしてデビューを飾った平野は、その約半年後に放送されたライドオンタイムフジテレビ系でこう語っている。 基本頑張っているのは親のためなんですよ。ずっと母子家庭だったんで、親が死にそうになっていたんで、中略、親にも悲しい思いをさせないように、ちゃんとお仕事しなきゃなっていうのはありましたね。息子が芸能界で華々しく活躍する傍ら、母親は新たな人生を歩み始めていた。愛知県内でペットショップとダンス教室の運営に関わる男性と再婚したんです。 確か、平野さんが金プリとしてデビューする少し前だと思います。再婚から数年後には女の子が生まれました。平野さんにとって年の離れた妹ということもあって、可愛くて仕方がないようで、で、気合いしています。それに、ママ父ともいい関係を築いていて、舞台に招待したこともあるようですよ。芸能関係者。辛い時期を乗り越え、母を幸せにしたい。 ただそれだけのために頑張った少年は、今や世界進出を目指すスターとなった。二人の境遇は大きく変わったように見えるが、実家の近隣住民は口を揃えてこう話す。あの二人はとても仲が良くて何も変わってない。と、潮君のお母さんは明るくて気さくな女性です。たまにお裾分けなんかもいただいたりしますよ。整った顔立ちで、茶髪のロングヘア。 未年齢よりも若く見えます。変わったことといえば、ビビットナイロのフェラーリに乗って、近所のコンビニやドラッグストアに出かけていくことかな。もしかしたら、車は塩く君がプレゼントしたのかもしれませんね。あの家は、この辺りでも、類を見ない大豪邸ですよ。広大な敷地の中に車庫も複数あるみたい。 人の出入りが多くて大変だからか、最近、新聞の折り込み、チラシでお手伝いさんを募集していました、近隣住民。戸部に合流した今も、平野の家族ファーストの姿勢は変わらず、前述の個人会社には、母親も役員として名を連ねる。平野と母親の二人三脚は、新天地でも続いていく。米印女性セブン2023年9月7日。